どうももーちゃんです今日もよろしくお願いします今日はいろんな g を使ったフレーズ初級編第2弾 Let it go, go on, go easy このようなフレーズを身につけていただきますので最後まで一緒に頑張っていきましょう最短で上達できるコツは頭で覚えないで口に覚えさせるそれをするためには聞いたら 声に出すこれが重要になりますので必ずやってくださいそれでは「go の意味を見ていきましょう「go は基本の意味は「行く」ただし「going のように「ing」をつけると「I'm going to」「私はまるします」としても使うことができます「go の優れているところは他の動詞と並べて使うことができます例文を見てみましょう例えば「Let's eat」っていうと「さあ食べようぜ」 ただし、これに go を加えると、Let's go eat. さあ、食べに行こうぜ。このように、go と eat って両方とも行動を表現する動詞ですが、並べて使うことができます。それでは一緒に例文を使って学習してみましょう。まずはどこに行きたいですか ?Where do you want to? 〇〇どこに行きたいですかって言った時は、Where do you want to go? まずはどこに行きたいですかって言った時は、Where do you want to go first? を使います。First っていうのは、まずは最初に、または初めに。Where do you? って言ったあなたはどこにまるですかまたはあなたはどこでまるですかこんな感じになります。Where do you want to go first?Where do you want to go first? なぜそこに行ったのまる、g o there.go there っていうとそこに行く。なぜそこに行ったのって言ったときは why did you go there? を使います。go there っていうとそこへ行くまたはそこに行く why did you って言うとなぜあなたはまるしたの ?why did you go there?why did you go there? それを手放してまたは忘れて前に進んでまる、i t g o この場合は Let it go を使います。Let というと○○してまたは○○しな。Let ではなくて Let s は Let us の短縮で一緒に○○しようぜという意味になります。Let it, go. let it go 私たちまだ先は長いです。We still have ○○ to go we still have still 私たちまだ○○あります。先は長いというのは a long way to go. を使います We still have というと私たちまだあります。またはまだ持っています。A long way というと長い道 .We still have a long way to g o we s t i l l h a v e a l o n g way to go 席に戻ってください。〇〇 to your seat.Your seat というとあなたの席。戻ってくださいって言った時は go back を使います。go back と,いうと戻るシートは席。Go back to your seat.Go back to your seat. 公園を通り抜けてください。まる t h e Park.The Park って言うと公園。通り抜けるって言った時は Go through を使います。Go through って言うと通り抜ける。Go through the park.Go through the park. もっと早く行ってもらえますか Can Can you 〇〇 Can you マルマル。マルまるしてもらえますかもっと早く行ってって言った時は、「Can you go faster?」を使います。「Faster?」って言っともっと早いとか、もっと早く。「Can you go faster?」。「Can you go faster?」。彼を多めに見てあげて、または彼にあまりきつく当たらないで。マルマ On him。で、この時は、 Go easy を使います。Go easy って言うと多めに見るとか控えめに。Go easy on him.Go easy on him. 階段を上がってください。Go up 〇〇。Go up って言うと上がる。階段をって言った時は The stairs.Go up って言うと上がるまたは上に行く。The stairs って言うと階段。Go up the stairs. Go up the stairs. 買うものリストを確認してもらえますか ?Can you mourn the list of things to buy?The list って言うとリスト。Things to buy って言うと買うもの。確認してもらえますかって言った時は Can you go over を使います。go over って言うと色々意味がありまして見直す、確認、復習、 または超えるとか、上を行く、こんなような意味があります。things to buy って言うと買うもの。can you go over the list of things to buy。can you go over the list of things to buy。それではレッスンを始める前に。単語とフレーズのおさらいをしてみましょう。まずは、または最初に。first。なぜ。why。 そこへ行く go there○○ 〇〇してまたは○○しな let 〇〇○○まだ継続するまだ still 先は長い a long way to go 簡単 easy 戻る go back 席 seat 通り抜ける go through もっと早く行って go faster 〇〇してもらえる can you 〇〇多めに見るまたは控えめに go easy 階段 the stairs 見直す確認または復習 go over 買うもの Things to buy. それでは Let's start the lesson. まずはどこに行きたいですか ?Where do you want to go first?Where do you want to go first? なぜそこに行ったの ?Why did you go there?Why did you go there? それを手放して、または忘れて前に進んで。Let it go.Let it go. わたしたち、まだ先は長いです。We still have a long way to go.Seeking go. に戻ってください。 Go back to your seat. Go back to your seat. 公園を通り抜けてください。Go through the park.Go through the park. もっと早く行ってもらえますか ?Can you go faster?Can you go faster? 彼彼をを多めにに見てあげて、てああげままたたは彼にあまりきつくく当たらないい。で。階段上っださ買うものリストを確認してもらえますか Can you go over the list of things to buy? Things to buy? 次はリスニングレッスンになります。英語を日本語に訳してください。で、今回は特にリピートしなくて OK です。Where do you want to go first? まずはどこに行きたいですか ?Why did you go there? なぜそこに行ったの ?Let it go. それを手放してまたは忘れて前に進んで We still have a long way to go. 私たちまだ先は長いです Go back to your seat 席に戻ってください Go through the park 公園を通り抜けてください。Can faster? you go faster? もっと早く行ってもらえますか Go easy on easy him. 彼を多めに見てあげて、または彼にあまりきつかったらないで。Go up the stairs. 階段を上がってください。Can you go over the list of things to buy? 買うものリストを確認してもらえますか今日もこれで以上となります。是非今回のフレーズも身につくまで頑張って練習繰り返してみてくださいそれではありよっす